こんにちは、北斎です。オリンピックのフェンシング競技が先週終了しましたので、今日は簡単にその結果をまとめて僕の個人的な感想を皆さんにお伝えできればなと思います。ぜひ最後までご覧ください。男子フルーレ金メダル、香港の張家朗選手、前回チャンピオンであるダニエレ・ガロッツを打ち破っての金メダル。これは香港チームのフェンシングでの初の金メダルとなり、香港チームにとっても史上2つ目の金メダルだったそうです。銀メダルはイタリアのダニエレ・ガロッツ選手、リオの金メダリストで世界ランキングは現在3位。トーナメントでは日本の松山選手と素晴らしい接戦でした。日本勝負は本当に惜しかったです。銅メダル、チェコのアレクサンデル・ホウペニトフ選手、196センチという高身長を生かした動きで3位決定戦を制しました。日本の敷根崇裕選手は3位決定戦で惜しくも敗れ4位でした。ですが敷根選手は今回初出場で4位、素晴らしい快挙だったと思います。日本の男子フルーレの選手もまだまだ若い人たちですので、パリオリンピックでのメダル獲得に期待しております。女子フルーレ金メダル、リー・キーファー選手、なんと僕が注目していた男子フルーレのゲレク・メインハープ選手の奥さんです。現在ケンタッキー大学の医大生、経歴もすごいですが楽しそうにフェンシングをする姿がとっても印象的でした。銀メダル、イナ・デリグラゾワ選手、リオの金メダリストであり世界ランキング1位の ROC ロシアの選手です。銅メダルは同じくロシアのラリーサ・コルベイニコワ選手、2012年ロンドンオリンピックの銀メダリストでもあります。ロシア2位、3位ととっても強いですね。男子エペ金メダルはフランスのロマン・タノム選手、24歳の若手選手です。ロマン選手はもともと交代選手でしたが、直前に代表選手が薬物検査で代表から抜けたため代わりに競技に出ることになりました。その中で強豪に打ち勝っての金メダルは快挙です。3年後のパリでも活躍しそうですね。銀メダルはゲルゲリー・シグロス選手、直前のグランプリファイナルでも銀メダルを獲得したハンガリーの軍隊アスリートです。銅メダルはイーゴリー・レイズリン選手、ウクライナの選手、両親はフェンシングのコーチです。女子エペ金メダルはソン・ウィーエン選手、中国の選手です。世界ランキング2位でワールドカップでも4度の優勝を経験している中国のエースです。銀メダルはアナマリア・ポペス選手、ルーマニアの世界ランキング1位の選手です。銅メダルはエストニアのカトリナ・デヒス選手、女子団体エペの金メダルを支えました。男子サーブル金メダル、アーロン・シラーギ選手、ロンドン、リオに続いての史上初の3連覇。彼の快挙は先日の動画でも取り上げましたのでぜひご覧ください。銀メダル、ルイジ・セメレ選手、イタリア警察のスポーツ部門であるグルッピ・スポルティ・ビフィア・ミチャーレ所属のアスリートです。銅メダル、韓国のキム・ジョン・ファン選手、現在37歳で2004年から韓国代表として活躍し、オリンピックメダルは今回で4個目となり、これは韓国のフェンシング選手では最多だそうです。サーブル男子はなんと上位3名全員30代です。すごいですね。女子サーブル金メダルはソフィア・ポズニアコワ選手、ロシアの選手です。両親ともにプロのフェンシング選手であるソフィア選手は24歳という若さで金メダリストとなりました。銀メダルはロシアのソフィア・ベリカヤ選手、ロシアが1位2位独占です。ロンドン、リオ、東京と3大会連続の銀メダルです。銅メダルはフランスのマノン・ブルネ選手、世界ランキング3位の選手です。それでは次は団体戦です。団体戦は少しスピードを上げてご紹介します。男子フルーレ団体金メダル、フランス。準決勝で日本と接戦だったフランスが決勝でロシアを45対28で破り見事金メダル。銀メダルはロシア、決勝戦でフランスに敗れましたが、なんと準決勝ではあのアメリカを45対41で破っております。銅メダルはアメリカ、3位決定戦では一人一人の強さが際立ちましたね。日本も敗れましたが、初戦のイタリア戦もさることながらフランス戦の戦いも素晴らしかったです。女子フルーレ団体金メダルはロシア、個人種目の2位3位を要するロシアはやはり強かった。銀メダル、フランス、決勝では45対35で男女団体同時金メダルを惜しくも逃しました。銅メダルはイタリアです。男子エペ団体金メダルは日本、おめでとうございます。本当に快挙です。前回の動画でたくさん語っておりますのでぜひご覧ください。銀メダルはロシア、セルゲイ・ビダ選手を筆頭に実力者が集まり決勝戦も熱い戦いでした。銅メダルは韓国、リオの金メダリストパク・サンヨン選手はやはりスピードがありましたね。女子エペ団体
金メダルはエストニア。エストニアにとってはこの金メダルは2008年から13年ぶりの金メダル。選手たちには試合後大統領からお祝いの電話があったそうです。銀メダルは韓国。世界ランキング3位のチェ・インジョン選手や先日のグランプリ大会で銅メダルだったカン・ヨンミ選手擁する強豪ですが、決勝戦では32対36と接戦の中惜しくも敗れました。銅メダルはイタリア。3位決定戦で中国との熱戦を繰り広げました。男子サーブル団体。金メダルは韓国。個人銅メダリストのキム・ジョン・ファン選手や世界ランキング2位のオ・サンウク選手など強豪を擁する韓国が決勝でイタリアを破って金メダルを獲得しました。銀メダルはイタリア。メンバーのアルド・モンタノ選手は現在42歳です。これまで世界大会で手にしたメダルは30個以上。生きる伝説でもあるフェンサーは今回のオリンピックで引退を表明しました。銅メダルはハンガリー。アーロン・シラギ選手を筆頭にした強豪は3位決定戦でドイツを破りました。女子サーブル団体。金メダルはロシア。1位2位を独占したロシアは団体でも強さを発揮しました。銀メダルはフランス。決勝戦ではロシアに45対41と僅差で惜しくも敗れました。銅メダルは韓国。3位決定戦でイタリアを45対42で破りました。日本も女子サーブル団体5位と好成績を抑えましたね。はい、いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。今回フェンシングの男子エペが金メダルを取ったことによってフェンシングに興味を持った方々もいらっしゃるんじゃないでしょうか。このチャンネルではフェンシングに関連することを投稿していきますので、ぜひチャンネル登録ボタンお願いします。また見てくださいね。それではまた。